東海自動車株式会社は、静岡県に東市に本社を置く小田急グループの企業、東海バスをはじめとする東海グループの持株会社であるとともに、不動産業、レストハウス事業、作動事業、関係会社の事務受託業などを営む。1916年に、下田自動車がチャンドラー4台を使用して、天城峠経由で、下田と大人を結んだ路線の運行を開始したのが、 それまで乗り合い馬車が主力の交通手段だった伊豆半島におけるバス事業の始まりである。翌1917年には下田から松崎、下鴨へ、さらに1925年には下田から稲取への路線を開設した。一方、1917年には伊東自動車が伊東から亀石峠を経由して王妃と修善寺を結ぶ路線と、 伊藤から宇佐美を結ぶ路線の運行ビューイック4台で、開始、翌1918年には、大人から三島、沼津へ路線の延長を行っている。1918年には、伊藤自動車は、東海自動車に社名を変更しているが、この後、同一称号で1999年まで、バス事業を継続した。これは、同一称号での営業を行った。 バス事業者としては日本における最長記録である。この当時、全国的な傾向として、小規模なバス事業者が次々と開業していたが、伊豆半島も例外ではなかった。東海自動車では、これらの小規模事業者の買収を進め、自社の防衛を図るとともに、伊豆半島北部に路線網を拡大していった。自社による路線展開も行い、 1924年には沼津、三島から元箱根への路線を開設。1925年には小泉熱海線が開業するのに合わせて伊東と熱海を結ぶ路線を開設した。この間、1923年には関東大震災による津波。1929年には伊東町の大火により本社車屋や車両にも被害があり。 1930年には北伊豆地震が発生するなど経営状態が低迷している。その後、今日に至るまでにも東海自動車は自然災害により業績に影響が出るケースが何度か発生している。この頃、大倉財閥では伊豆の観光開発を手掛けており、観光開発に伴う交通手段の確保を検討していた。折しも、 路線展開を進めていた東海自動車との利害が一致し、1928年に東海自動車は大倉財閥の参加に入ることになった。1931年には商船との連帯運輸を開始したが、これにより商船との投資、乗車券が発行されることになり、知名度と対外的な信用は高まったという。1931年、スン鉄道は、 沼津島修前時間を運行する東海自動車の路線に対して自社の乗客を奪われたとして賠償請求を求めて訴訟した。1941年に東海自動車の勝訴で決着となったが、後に伊豆、箱根地区の観光開発をめぐり、西部と小田急の各企業グループが争うことになる前哨でもあった。昭和に入ると伊豆半島の道路網の整備は進み、 1933年には伊豆半島を一周する道路網が構築された。ここで下田自動車と東海自動車は将来を見据えてバス交通の一本化を検討することとなり、検討の結果、両社は対等合併することになった。1932年11月11日に両社は合併新たに東海自動車として再出発することになった。この時期に 現行の営業エリアを確保した例は、ほとんどなかった上に、車両数169台、従業員数408名というのは当時としては、最大級のバス事業者であった。合併とともに、バスの車体職を統一し、イエローカーと呼ばれるようになった。1934年に丹那トンネルが開通したことで、国鉄東海道本線が、熱海、三島経由に変更され、 さらに1935年には国鉄伊東線が開業し、1938年に全通するなど鉄道網の発達とともに、伊豆半島は観光地としての発展が進むことになる。東海自動車では伊東から下田までの直通バスの運行をはじめ、伊豆半島全域に展開した路線網を活用して観光客輸送に努めた。なお、一時期伊豆大島にも、 路線を開設していたが、戦時体制に入るとともに撤退している。1937年に第二次世界大戦が始まると燃料統制によってガソリン供給が30%近く減少することになったため、代用燃料を使用した車両の使用を開始した。また、観光主体の路線は不要不急の路線として扱われ、運行を休止することになった。 1941年以降に戦時統合の通帳が出た際、日本の各地で大幅な営業エリアの変革を余儀なくされた中、東海自動車はほとんど影響を受けなかった。すでにほぼ伊豆半島全域が東海自動車の営業エリアとなっており、統合エリアが確定された際にも伊豆半島で一、ブロックとなったため、大規模な統合を行う必要がなかったのである。 東海自動車の場合、終戦後の復興は、大倉財閥の参加に入っていたために制限会社に指定されたことで、少し立ち遅れることになった。しかし、従業員による株式買い取りなどにより、1947年4月に制限会社の指定が解除されると、車両の更新や購入などが行われるようになった。1948年には、 ディーゼルバス市販1号車となるイスズビー X91 型が2台導入され、以後1952年までに100台が導入された。1949年10月に国鉄が東京から伊東までの準急列車の運行を週末に開始したことを受け、東海自動車では1950年から準急バスを伊東下田間に運行開始した。1952年には、 本格的な急行バスの運行を開始、伊藤下田間では普通便と比較して40分もの時間短縮を図った。その後、中伊豆西伊豆方面にも急行バスの運行が開始されることになった。1952年以降は、日の BH10 型の導入も開始されるなど、観光輸送の発展は著しいものがあった。 1952年には伊東を起点に一泊二日コースとなる定期観光バスの運行を開始した。その後、1955年になって、国立公園に伊豆半島が追加されて、富士箱根伊豆国立公園となったことを受け、定期観光バス運行を充実される方策に出ている。この頃、東京急行電鉄が、東海自動車の株式取得に動いているが、失敗に終わっている。 その一方、1947年に道路運送法が制定されると、すでに東海自動車が運行していた区間へ他社が路線の申請を行うことが目立ってきた。特に寸津鉄道は自社鉄道の防衛のために次々と伊豆の主要路線への路線乗り入れを申請し、何度となく公聴会が開催されることになった。 スンズ鉄道との営業エリア争奪は1950年代後半には終結、東海自動車では東伊豆、南伊豆への進出こそ食い止めたものの、スンズ鉄道も西伊豆北部にエリアを確保することとなった。また、沼津地区ではスンズ鉄道だけでなく箱根登山鉄道や富士山独電機鉄道も交えた免許争奪が行われた。1956年1月、 東京急行電鉄は伊東下田電気鉄道を設立した上で伊東と下田を結ぶ鉄道免許の申請を行った。1957年5月には寸ン鉄道も同区間に鉄道免許を申請しセリー願いとなった。東海自動車にとって伊豆急行と寸ン鉄道は共に競合相手であった。寸ン鉄道は長年の競合相手であるが、 伊豆急行もバスの乗客を奪う相手にそう言なかった。また安易に伊豆急行に加担すると背後には後藤慶太が控えていることもあり場合によっては会社乗っ取りをされかねない危険性があった。このため王の万木や皇の一郎といった大物政治家を介して東海自動車が伊豆急行に協力することで東急は東海自動車の買収を行わないといった趣旨の協定を 東急側と取り交わした上で、東急の鉄道免許への指示に回った。結果として、1959年1月に、東急側に免許が与えられた。こうして、独立は守り、一応は、伊豆急行の開業に協力する姿勢は示しても、実態は開業後も、非協力的な態度を貫いていた。その後、伊豆箱根鉄道では、修善寺と下田を結ぶ。 バス路線の免許申請を再び行うが、東海自動車が4年にわたって攻防した後、却下されている。1961年に伊豆急行線が開業したことにより、伊豆の交通体系は大きく変わった。東海自動車においては、ドル箱路線であった伊藤下田間は大打撃を受けた。ものの、鉄道利用の観光客が増加したことにより、貸切バスも含めたバス利用者も大幅に増加した。 この頃、レストハウスやガソリンスタンドなどの新規事業展開も開始した。1965年には、伊豆スカイラインが開通し、伊東と箱根を結ぶ路線が運行され、伊豆箱根鉄道との相互乗り入れとなった。1965年を境に利用者の減少が始まった。モータリゼーションの進展に伴い、マイカー利用の観光客が増加したことや、地域社会にもマイカーが普及したためである。 週末の道路混雑によりバスの走行環境も悪化の一途をたどることになる。1966年からはワンマン化に着手。1974年までにはほぼ全路線でのワンマン化を終了するなど合理化にも積極的に取り組んだ。一方、非協力的な東海自動車の態度にこうにやした東急側はついに 東海自動車に対し協定破棄を示唆する事態となり、また、東海自動車自身も、経営状態の悪化から再建するにあたって、資本的な裏付けを確保する必要もあったことから、1971年4月に、株式の過半数を、小田急電鉄に譲り、小田急グループに入ることで落ち着いた。その後の伊豆半島の路線系交通は、伊豆急行、伊豆箱根、 東海自動車の三社定立が続いたが、近年は三社の関係が融和し、2008年現在は、東日本旅客鉄道も含めた各社間で協力、協調関係にある。また、伊豆急行とは、この他タクシー主会社の統合を行い、合同で伊豆急東海タクシーを経営している。小田急参加で再建を進めようとした矢先の1974年5月に、 伊豆半島沖地震が発生、その後も1976年7月の大水害、1978年1月の伊豆大島近海の地震など、伊豆半島は次々と災害に見舞われた。これは、伊豆を訪れる観光客の減少を招き、再建に取り組んだばかりの東海自動車にとっても打撃となった。こうした中で、観光地を走るバスとして新たな魅力を付加するべく、 1976年6月から、ボンネットバス、伊豆の踊り子号の運行を開始、旅行雑誌にも多く取り上げられた。また、川津ズループ橋などの完成とともに、西伊豆特急バスや貸切バスに、車内テレビを設置するなど、グレードアップに努めた。また、1989年6月からは、レトロ町、バス、リンガーベルの運行を開始した。また、 1991年3月の特急、朝霧運行開始に合わせて、座席指定制の特急バス、スーパーロマンスの運行を、同年11月には、下田地区で南国町バス、トロピカーナの運行を開始した。1997年には、高速カーフェリー希望に接続する連絡バスとして、レトロ町、バス、黒潮くんの運行を開始している。 バスそのものに魅力を与えるという施策は、すべてがうまくいったわけではなく、1990年から運行開始した高速バス、イズスパー号は、数年で撤退を余儀なくされ、スーパーロマンスも西伊豆特急バスとして再編されているほか、黒潮君は高速カーフェリー自体が廃止されたことで、本来の役割を失った。リンガーベルについては、経年のため引退し、伊勢藩に譲渡され、 ヒロインメイクバスとして全国各地を巡業している。しかし、ボンネットバスやレトロ調バスの運行をはじめとした楽しいバスという考え方は、その後の日本のバス業界にも影響を与え、以後同種のバスが日本各地で運行されるきっかけとなった。経営環境が厳しくなる状況下において運営の効率化を果たすためとして、東海自動車は事業の再編に着手した。 1999年3月、タクシー事業を第一交通産業に譲渡、同年4月には、バス事業の移管を行った。貸切バス事業は新東海バスに全面移管、路線バス事業は伊豆東海バス、南伊豆東海バス、西伊豆東海バス、中伊豆東海バス、沼津東海バスの5つの地域市街車に分割して移管した。こうして、東海自動車は、 東海バスグループ7社に再編されたが、その際に従業員は一旦全員退職となり、新たな労働条件で再雇用する形になった。2002年には、東海バスグループを含む小田急グループ全体の効率化の一環として、沼津、三島地区と伊東・熱海地区の再編が行われた。前社は沼津東海バスが沼津箱根登山自動車の事業を引き継ぐとともに、 称号を沼津登山東海バスに変更した。校舎は伊豆東海バスが箱根登山鉄道熱海営業所のバス事業を引き継いだ。これに前後して伊藤、熱海の各事業所が移転した。また、地域路線については自治体との連携により維持される路線が多くなった。2006年10月には南伊豆東海バスが伊豆下田バスの事業を引き継ぎ、 南伊豆地区のバス事業はすべて東海バスグループに統一された。2013年4月、中伊豆東海バスが新東海バスを九州合併し、新東海バスとなった。2014年9月16日、新東海バス、下田貸切り事業所と南伊豆東海バス、稲取支所が南伊豆東海バス、下田事業所に統合され、南伊豆地区の再編が行われた。 2020年4月、バス事業の効率化や安全管理体制及び営業所間の連携体制の強化を図るため、バス事業会社5社が合併し1社6、営業所体制となった。この統合は、静岡県の伊豆地域において人口減少や少子高齢化が進み、厳しい経営環境下で永続的な事業運営に向けていったものである。新会社の称号は、地域で 最も浸透している、当社グループの通称を用いて、株式会社東海バスとした。当社及び、以下の子会社と関連会社で、東海グループを構成している。2019年3月期の売上高が連結で、約81億円であるのに対し、子会社の東海バスが単独で約41億円となっており、バス事業の分社化後もグループ内における比率が高い。 小室山観光リフト当社の直営事業として、不動産業や、レストハウス事業、作動事業などを行っている。以下の2社は、東急グループの伊豆急ホールディングス参加の企業だが、当社も出資しており、持ち分法適用関連会社になっている。ここでは、東海自動車直営時代に廃止された路線について、述べる。名古屋駅千草駅前星川岡。 名古屋インター東名静岡長沢口、修善寺駅伊東温泉伊東駅名古屋駅、畜産駅前星川岡、名古屋インター、宇佐美駅口伊東港伊東温泉伊東駅、箱根ビュー号と類似したコンセプトで1990年4月26日に運行が開始された。名古屋伊東で約5時間と箱根ビュー号と同じく時間がかかりすぎることが災いしてか、くしくも、 箱根ビュー号と同じような末路をたどり、JR 東海バスの撤退を機に箱根ビュー号の経路変更の約1ヶ月後となる1991年7月20日に、停車停留所を変更し、当主前時間を中井津バイパス経由に変更するも、やはりこうをそうせず、箱根ビュー号より少々早い1993年4月1日に、無期限運行休止となった後1995年に、 正式に廃止され、東海自動車の名古屋案内所も閉鎖された。使用車両は、基本的には4列シート34人乗りのスーパーハイデッカーで、三菱エアロクイーンエームが使用されていた。この車両は道路線廃止後に貸切車に格下げ、伊藤営業所と下田営業所に1台ずつの配置となったものの、当時の東海自動車には、 トイレの処理設備がなかったためこの設備がアダとなり実際に稼働する機会は少なかった。そして貸し切りバス部門が新東海バスへ分社化されると真っ先に原社の対象となって廃車になった。東海バスグループのバス車両は原則として管理会社である東海自動車が購入し東海バスが沈借するという方式をとっている。このため合併前の子会社間における 使用の際は少なく、塗装などに一部変化がある程度である。このため、本説では、グループ全体の車両外説について記述する。かつては、後乗り前振りの車両もあったが、2020年現在では、交通バリアフリー法の関係により、自社発注車両は、ノンステップの前中引き戸の車両が多数を占めている。ただし、どの路線とも前乗り小払い方式を採用しているため、 中ドアの入り口部分は通常は締め切り扱いとなっており、2ステップ車の中には中ドア部分を鉄パイプで封鎖しているものもある。特急バスや長距離路線も運行されているため、観光バス仕様の路線車両やトップドアの車両も存在する。1970年代以降、バスそのものに魅力を持たせる施策をいくつか言っている。1976年から開始されたボンネットバスの運行。 1989年以降に登場したリンガーベル、トロピカーラなどがその代表例である。また、かつて特急、朝霧接続の路線では、一台のバスの左側に、小田急須、右側に JR 東海371系電車の2社の特急車両の塗装を施した車両を運行していたことがある。箱根登山バスから熱海、沼津地区の路線を譲り受けして、 以降は、同社から移籍した車両が、各営業所の主力となっている。塗装は、箱根登山カラーのままのものと東海自動車カラーに塗り替えられたものが存在するが、沼津登山東海バスの初期自社導入車用は、箱根登山バスと東海自動車の接中デザインとなっている。南伊豆東海バスなどに所属する、神奈川中央交通からの移籍者については、 元々のカンナ中カラーの車体ベース色がクリーム系であったことから、これを活かして、帯と裾の赤色のみ大々色に変更した塗装となっている。このほか、小田急バスや横浜市営バスから移籍したものも少数ある。観光路線に使用される車両には、小田急グループ共通化仕切り色となっているものもある。ありがとうございます。